左。おお、マシマシ。初めて左に行ってきたね。いいんじゃない。おお。へえ。どう？どう？感覚は？感覚は？自分の打ってみて今までとの違いの。めっちゃこっちに引っ張ってるイメージです。あけどなんかいろいろ考えなくていいんだな。振り子って思ったら。確かに今まではフェイスを、はい、こっちをまっすぐ引いてとかこっちを出してとか考えなかった、うん、考えれば考えるほどただ下手くそになりそうだね、はい、はい、あでもだいぶいい、それだったら全然大丈夫です。へえ、すごい、何も考えない方が良くなったんじゃない。おおだいぶいいですね、うん、落ち着いてきました。おっいい。なんでどんだけヘッドまっすぐとか考えずに、ただ単にこう自分の軸でこう傾けて打てるかだけをやれれば入りやすい。でも今の今回で全然違うと思う。はい。シャフトをまっすぐっていうことだけ考えて振る。そうそうそう。え、これ結構あのねじらないでストローク綺麗な人とかは多いですか？多いです。多い。多いです。あのプロは多い。あ、アマチュアだと。アマチュアでもできる人はできます。へ、何も考えてない人だ。はい。もうあの100打つ方でも動ける人はめちゃくちゃ綺麗に。へえ。でも今のでもさ、素振りでもさ全然変わってると思う。そうそう。素振りできるなれば、でプロとか、まあ、ツアー出てる選手は朝。グリーン上でやったりホテルでこれレーザーつけてやって確認してからスタートしていくっていうのが一般的に今多いです。このレーザー欲しくなっちゃうんでしょ、はい、これだけやっとけば大丈夫です、ほぼ、でそうやって打った後に右にいることが何でなのかって考えることが大事なので、思い切って左に行けるように練習してみるとか、もう絶対こっちにいるように振ってみて、ね、レーザーが。え、こっちにですか？はい、うん、そう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 、いろんなパターンを試す。だけど左に向いちゃってるじゃん、レーザー、うんうん、それをじゃあまっすぐにするにはどうやって振ったらいいかっていうのを自分なりにこう研究していくと体で覚えてくる、頭と体が連動してくるんで、あ、考える、そう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 、そこを考えることそこなんだっていう。そうですね、正解、ま、うん、っすぐだから、そう、ここに行くにはどう振ったらいいか、うん、おお、うん、完璧、この位置、うんうん、はい、右入れた。それしかもうないです、悪いところが。それ直してバックスイングの幅直せばほぼ35ぐらいは切ってこれると思います。で、35キロって結構難しいよ。パターはゆっくり振った方がいいんですか？それも次のやつでやります。はい。はい。え？もう強制ストローク。そうです。じゃあとりあえず打ってもらっていいですか、これで。これに追ってくんですか？はい、追ってってください。あ、まだだった。これあのオンチかどうかすぐ分かります。やばい。ああ上手、うんうん、マジで リズム感がない。やばい、やばい、リズム感の問題。カラオケうまいですか？うまくないです。でもでもピアノはやってたんですけどね、最初のラウンドの時こういう不思議が見られたよね。お、なんかいいストロークのリズム。確かに、うん、慣れだもんね。おで、これ合ってくるとまっすぐ動くんですよ、次。これ連動してるんですよ、考え方が。これまっすぐ目に動かないです。なんで。おお、いい。あ、上手になった、うん、あ、まっすぐ行くようになってきてる。お、いい、え、完璧、インパクトが全然
え、インパクトの向き全然違うね、まっすぐ。めちゃくちゃいいと思う。え、もう慣れてきたんじゃない？ということで、次のステップは、距離感と加速度。距離感を出すって何で決まりますか？はい、距離感ですか？はい、振り幅じゃないんですか？お、振り幅と時間でタッチコントロールが作られてる。なので毎回同じ時間で振って適正な振り幅にすることで同じ距離が出る。わかりますね。はい、なんとなくですね。で、この機械はそれを強制的に作り上げる機械。もともとアメリのバックスイングはこの距離を打つのに 17.9 センチ、18、17ぐらいかな、下のメモリに書いてあります。この機械が導き出す数字でいくと24センチまで上げる必要がある。え、これは何メートルぐらいでした？これが10フィートで3メートルです。あ、3メートルで、はい、アミリンは17センチぐらいだったけど20、そうです、10センチぐらい足りてない。ここに今データ載ってます。バックスイングが15センチで、フォローが37センチ。10センチバックスイングが約9センチか、9センチ足りないのでフォローで補ってるんですよ。で、フォローで補うってことは、本来このバックスイング24に対して24出てて、レーザーこうやってまっすぐ動くんですけど、15でこの距離出そうと思ったらグリップエンド先行しなきゃいけなくなるので、こうやって右向いちゃうんですよ、ね、それも影響してるはず。で、距離感もばらつきが出る。フォローの感じで距離感を出してしまう。なので適正のバックスイングを作って、すごい適正のなるほどですね。だから絶対右に、そうです。で、それに釣られてるときは割とまっすぐ振れてたのは、はい、そうそうそう。いい。へ、これで打てる気がしないんですけど。そうするとあそこぴったりです。距離感。本当だ。本当だ。すごい。そうそうそう。でもブレも少なくなって、やっぱすごすぎますよ橋本コーチ。いやいやいや、本当だ、距離合ってますね。完璧。そう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 、おお、ぴったり。いいですね。え、すごい、レーザーめっちゃよじれなくなってきました。おお、だいぶ落ち着いてきた。ストロークがめちゃくちゃ落ち着いてきた。え、で、まっすぐになってる、はい、向きが、あのレーザーの。だからこのテンポで振ってれば無駄な操作がなくなるんで、今までが多分ちょっと操作しちゃうような時間で振ってる。最初、今考えたら最初アミリンガタガタだよガタガタだよガタガタだよ、うん、だよ。だいぶいい。プロレベルですよね。マジですか。よくだったでしょ。はい。まっすぐ動く。すごい。羨ましいよ。羨ましい。すげえ。マジで。マジでねじれない。いい。これ。てかもういろんな練習器具あるんだよ。そう。合ってる練習器具使えばすごいいいはずです。あ、その人によってやっぱ使う器具違うんですか。はい、違います。はい、もう私から見たらほぼ完成形なんじゃないかなと思うんですけど、橋本コーチ曰くまだ仕上げができてないそうで、はい、そうです。まだまっすぐ打つことしかできないので、今からちょっと曲がるラインでちゃんと入れられるようにやる。はい、うん、確かに上りのまっすぐだったら入るけど、こうちょっとでも曲がるラインだと入らないっていう、うん、あるよね。あります。自信も違うし、はいはい、じゃあそれを次回教えてくださるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではチェケラー。